ビズ皇居で今日正月用の盆栽である春飾りを作る作業が公開されました春飾りは松、竹、梅に千両、万両、福寿草、それに宝竹と龍のひげなど縁起物の草木を使って作ります中心となる梅の木が正月に三分咲きになるように気温の変化を考えながら作業をします 使われる梅の木の中には樹齢150年を超えるものもあります。高いものでは2メートルを超える大鉢となります。春飾りは御所や宮内庁の正面玄関などに12月30日に飾り付けられます。